こんにちはおっかけ情報局局員の原井です今回の『ミュージックブラッドの「がんばれけんちゃんは」はバサイエがひかるくんの心が動くのかどうかでした全員集合の面談でけんざさんがデビュー曲をみんなに聴かせることにしましたねこの曲まさか私にも聴かせてもらえるとは思っていませんでした挫折した7人を書いた曲ブリンギングアウトですなかなかいい感じの曲でしたね私は結構好きな感じでした 曲を聴いて興奮している4人の目の前でバサくんはまだ浮かない顔をして曲を聴いてました真正面の上田くんはちょっとバサくんの方を見ないようにしてましたね私はバサくんの隣でノリノリの福田くんに一番違和感がありましたノリノリだけどバサくんの答え次第では自分も参加しないという可能性を自ら作り出している状態ですからね本当に不思議な人ですよね。 浮かない顔のバサくんの心が動いたのはゴリゴリしたところからちょっとセクシーな雰囲気の曲調になった時でした歌詞で言うと「夢見たフューチャー」のところを聞いた後顔が変わりましたそしてバサくんもあっさり参加を決めましたこれで7人組で8月にデビュー決定ですおめでとうございますもうすぐですねあののバサ君の心を動かした 夢見たフューチャーの部分をバサくんが担当するのかどうかも気になりますこの写真は健三さんのツイッターに上がっていたものですがもうちゃんとチームっぽく見えますよねみんなの楽しそうな笑顔が見られて私も嬉しいですグループ名は次回の放送で発表されるようです8月デビューということはこのプロジェクトの初回放送が5月27日だったので その頃にはもうグループ名も決まってた可能性がありますよね。そうなると、頑張れけんちゃんにかけた名前にはならないかもしれないですね。何になるのか楽しみです。あと、このグループにはセンターとかいるのでしょうか。もしいるとしたら誰だと思いますか。私はデビュー曲のセンターは安江くんじゃないかと思っています。ちなみにリーダーは福田くんだと思ってます。それでは次回グループ名を楽しみに待ちましょう。 ビジュアルも公開してくれることを願います。以上、原田師匠でした。ありがとうございました。